第3代、ロスチャイルド男爵ナサニエルメイヤービクター・ロスチャイルドは、イギリスの貴族、銀行家、政治家、陸軍軍人、英国ロスチャイルド家着流の第5代当主。1973年の第3代、ロスチャイルド男爵ビクター・ロスチャイルド初代、ロスチャイルド男爵、ナサニエル・ロスチャイルドの次男チャールズ・ロスチャイルドと、その夫人である、 ロズシカ・フォン・ベルトハイム・シュタインの長男として生まれる。ハーロー校を経て、ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジに入学。マルクス主義者が多く参加していた、大学内の秘密結社ケンブリッジの首都に参加したが、ビクター自身は、穏健な左翼思想の持ち主で、マルクス主義者ではなかったという。しかし、ソ連のスパイである、ガイバーゲス、アンソニー・ブルント、キム・フィルビーらと、こういう関係を持っていた。 1937年8月27日に、おじである、第2代、ロスチャイルド男爵ウォルター・ロスチャイルドが男子なく死去した、ため、第3代、ロスチャイルド男爵位を継承し、労働党の貴族院議員となる。ナチスドイツによる、ユダヤ人迫害に憤慨し、強制収容所から逃れてきた、ユダヤ人から聞いた、体験談も演説で盛んに訴えたが、 世間からはほとんど信じてもらえなかったという。NM ロスチャイルドサンズの経営を見ていた、軍家の糸工事たちと共に、ドイツユダヤ人のための英国中央基金や、ドイツユダヤ人のための委員会といった募金機関を立ち上げ、ドイツユダヤ人の亡命と亡命後の生活の支援をした。ビクターは、一族の中でも特に熱心にユダヤ人救済活動に取り組んでいたという。 1938年には、ローマ教皇ピウス11世に、ラテン語で手紙をしたため、ナチスに対する抗議声明を出すことを嘆願した。第二次世界大戦中には、イギリス陸軍に入隊し、若くして、中佐階級まで昇進した。見後の B1C 部部長として、ドイツ軍が仕掛けてくるサボダージュ扇動への対策や、爆発物の解体に当たっていた。その先行で、 国王ジョージ6世よりジョージメダルを賜り、またアメリカ軍からもブロンズスターメダルを授与された。首相ウィンストン・チャーチルの護衛隊員にも選出されている。対戦中からイギリスの対外諜報機関と連携することが多かったため、その人脈を活かして戦後には私的諜報機関を作ったと言われ、中東戦争や中国国境内戦の情勢を調査したり、 イスラエルの諜報機関、モサドの育成に当たったなどと言われているが、諜報活動の真偽を調べるのは困難であり、定かではない。戦中から戦後にかけて、英国ロスチャイルド家の金融業の近代化が推し進められ、持ち株会社、ロスチャイルド・コンティニュエーション・ホールディングスが設置されると、共に、1947年にはその子会社として、 NM ロスチャイルドサンズが法人化され、株式会社となった。ロスチャイルド家の着流でありながらビクターは、情報活動や政治家の仕事の方を好み、銀行業をやりたがらなかった。そのため NM ロスチャイルドサンズの株式は分家のアンソニー・グスタフ・ド・ロスチャイルドが60%を取得し、ビクターの所有は20%という配分がなされた。 これにより実質的経営権はアンソニーが握るようになった。1970年に保守党政権のエドワード・ヒース内閣が成立。ヒースは翌1971年にも首相直属で政策を提言する委員会を設置したが、その委員長にビクターが任じられた。以降3年にわたってヒース内閣に様々な政策提言を行った。 政府と科学技術の産業との橋渡しをはじめとして、人種問題や核問題などイギリスの様々な社会問題にも切り込んだ。1974年に政権交代があり、1975年には首相直属委員会の委員長を辞した。この後、NM ロスチャイルドサンズ内で息子ジェイコブとアンソニーの息子で筆頭株主のエベリンの対立が深まり、 二人の対立を仲裁する意味で、ビクターが NM ロスチャイルドサンズ東ドリに就任する。バイオテクノロジーの投資会社の創設に当たった。しかし、ジェイコブとエベリンの対立を抑えられぬまま、エベリンに東ドリ職を譲って退任した。その後は、持ち株会社、ロスチャイルド・コンティニュエーション・ホールディングス会長に就任した。しばしば、ソ連のスパイという疑惑を受け、 1986年12月には、マーガレット・サッチャー首相にその噂を否定する声明を出してもらっている。ケンブリッジ大学の生物学者でもあり、受胎と生死の研究に当たった。それに関する著作もある。また、初版本の収集を趣味としており、その多くをケンブリッジ大学に寄贈している。1937年8月27日のおじ。 ウォルター・ロス・チャイルドの死去により、以下の爵位、順段爵位を継承した。1933年12月28日に、サー・ジョージ・ハッチンソンの娘バーバラ・ジュディス・ハッチンソンと最初の結婚をし、彼女との間に以下の三子を設けた。1946年に、テレサ・ジョージナ・メイヨウと再婚し、彼女との間に以下の四子を設けた。ありがとうございます。